さあそしてまあこのところ毎試合話題になっています秋山翔吾選手なんですね、現在24試合連続ヒットということこれは球団新記録今ではご覧いただいている石毛選手と松井和夫選手が持っていたんですが23試合それを更新しました24試合ということになっています。まあ、平さんご覧になっていてこのところの秋山選手のバッティングどのようにご覧になりますか。はい、まあ、非常にあの怪我からスタートしまして、まあ、キャンプでねいろいろ自分で工夫しながら取り組んできて、そしてまたねあの構え方を変えたりとですね、いろいろ自分の頭の整理をしっかりした中で今試合ができていると思いますね。上にはしかし上がいます。33試合あの走れ吉彦の高橋芳子選手広島か、はい、まあこの33試合が日本記録なわけなんですが、まあ、ただね、30試合でね今現役でやってるマートン選手がいるのでそうなんですね、まあ、ねそこをねぜひ抜いていただいてね26試合の後藤選手も今楽天ですがいますよね。まあ、でもその辺はしっかりね、はい、頭で割り切ってやってると思いますしね、はい、その中で自分の成績を上げてきてるということは非常にやっぱり努力してる証拠ですよね、はい、さあ秋山今日のまず最初の打席はこれあの空振りでした。空振りの三振でした。下目一塁か25試合連続ヒット25試合まで伸ばしてきました。さああと8試合で日本記録並びます。このバッティングどうでしょうか。いやまあ非常にこの簡単なボールではないですけども、やはりこの肘を、ね、うまく抜いてと言いますかね、打ってますよね。だからもうヒット1本打つのはもう当たり前のような、ね感じの雰囲気になってますからね。